吉田さん、キックボクシングのインストラクターが私の塾生さんにいらっしゃって、で40になったんですよね。でこれからのことを考えるときに、なんか新しい投資とかビジネスをやっていきたいんだけどっていうのでお話しいただいたんですけども、まあリモートジムっていうね概念がここ数年でまあまあ広がってきたんで、それはやらないのっていうふうにお話したら、まあそれをやるっていうんでね、今やってるんですよ。でやっぱりコンテンツどんどんできるんですよね。なんせ今までやってたことをやるだけですから、あとはターゲティングで今まで運動なんかしたことがないような40代50代の方にもう一回格闘技チャレンジしてみないかっていう感じで、そのハードルをね極限まで下げたわけなんですよ。でその一番最初のこのトレーニングっていうのがファイティングポーズを撮るというね、その写真を撮って送るみたいな感じですよね。これが結構ね、私もやってみたんですけども、なかなか病みつきになるということで、そういうふうにこう撮ってると、今度はすごくいいトレーニングウェア着てみたいなとか、ちょっと腕太くなった方がいいかなとかね。で、ファイティングポーズを撮るためには足腰が強くないと、なんかふらついてるなとかっていうので、いろいろこうアドバイスを受けながら、結局はトレーニングをするみたいなね。で、リモートトレーニング毎週毎週やってるんですよ。うん、だからね、その動画とか、そのリアルタイムにそこにいなくちゃいけないっていうものではなくなったところで、こう間口がバーッと広がったんだなというふうに思うんですよね。で昔からビリーザキャンプみたいなビデオを見ながらね、なんかこうトレーニングするとかダイエットするみたいなのありましたけども、結局なんかそういうのっていつでもできるからいつでもいらないみたいな、ね、買ってきたビデオがそのまま放置とか、ぶら下がり健康器がその縁側に置いてあったりとかありますけども、なんか一部リアルタイムですよね。リモートなんだけども一緒にやろうみたいな時間があったらライブ放送に参加するようにそこにまあちょっと行ってみようかなみたいなところとかね。でどうしても見たかったらアーカイブが見れたりとか、でアーカイブの権利は会員にならないといけないとか、結構ねなんか今そのテクノロジーのおかげでものすごくこう集客とか自分の商売エリア、マーケット、証券ですよね、それが広がったんだろうなと思いますよね。その他にも様々やることがあって、うん、なんかすごい世の中だなと思いますね、やっぱりね、うん、でそれを最初にやった人がまあまあ形を作って、後から来る人にそういったリモートをやる講義とか作り方を教えるみたいなのもまたねコンテンツになったりして、様々ですね、うん、やっぱ全ては山口陸のスマホアプリセミナーからもうバリエーションっていう感じで、あのテンプレートでなんかただ商品変えただけみたいな感じですかね。いい世の中ですよ。じゃあいってらっしゃい。